はい、皆さんこんにちは、デフです。今回はということでサムネ出しましょう。ガチャ動画ですね。戦役でお世話になっている上杉謙信にご褒美をということで、今回ですね、MR 上杉謙信が実装されていますので、戦場戦役でね、お世話になっている上杉謙信のパワーアップをね、させていきたいと思います。で、前回、テーフの MR アバターかなを動画にさせてもらって、まあ、それが2万7000元宝ぐらいでいけたのかな。で、その前が最上ですね。MR アバンに関しては最上のガチャ動画上げさせてもらって、その時が2万6000元宝だったんですよね。まあ、なので、まあ、上杉謙信もそれぐらいかなと思っていたんですけど、まあ、ちょっと幸運券の数がね、このアカウントは最上を前回取ったアカウントなんで、そこまで期間が空いてないんですよね。なので幸運券と割引券の数がちょっと心もとないなというところで、まあ3万5000元宝ぐらいかかるんじゃないかなと今回は見積もっております。なのでね、まあ少なめの幸運券、割引券で、まあどれぐらいで取れるのかっていう一つの指標になるかなと思います。はい、ということで早速上杉謙信引いていきましょう。今無料で3回引いてるのかな。で、3回引いてて、水引きなどはゼロの状態ですね。まあ、この辺もちょっと不利な部分かなとは思いますが、で、割引券が17枚、幸運券が2枚ということで、まあ幸運券を、まあ、ちょっと先に引いておこうかなと思います。なのでまずは、おっと、いいですね。あ、これ確定かですね。で、まあなんとかギリギリにゴキズナのところまで普通に回して、このゴキズナのところで幸運券ですね、使っていきましょう。で、まずはこれで上杉謙信の、銃の、ご絆を倍にして10にしましたよと。で、もう一回、幸運券いいですね。これ2絆来ました。割引券も来ました。で、水引きね、これ累計ガチャ回数15回で水引き手に入るので、まあここ水引きも使っていきましょう。で、またギリギリで止めて幸運券使いましょうか。で、これで幸運券がなくなるので、こっからは割引券でもう完全に運任せでいきましょう。7ぐらいがいいですよね。そうそうそう、これが最低限で、しかも幸運券来ましたよということで、これまた幸運券狙えますね。で、まあ5っていうのがね、10連で5絆だけっていうのが今一番最低な部分になるので、まあ途中でね2絆とか出てね、10に、7か、まあ7になっていくのが理想かなというところですね。で、幸運券が来たんで、ちょっと1個ずつ行きますか。どうしようかな。割引券のまま行きますか。割引券のまま9連回して、最後だけ幸運券っていう形ですね。来るかな？お、いいですね。これでまあ、最低でも7になるっていうことですからね、確定でね。で、幸運券でその5のところを10にしましょう。うん、いいですね。いいペースだと思います。ここまではね。で、こっからですよね。で、こっから割引券10連で、どんどんやっていきましょう。うん、いいですね。7絆。まあ、これが最低ラインだと思います。で、これがもう一番ひどいやつですね。こうなっていくと、やっぱり天井により近くなっていくので、元宝を重んでいくっていう感じですね。これで半分ですね。で、今半分で7万7000元宝から始まっているので、今1万7000元宝を使っています。やっぱり3万4000元宝ぐらいにはなるのかな、今のペースだとね。で、もっとかかり、まあ4万元宝ぐらい目処になっちゃうかなっていう感じが今のところしてますね。うんうんうん、7絆はいいですね。まあこのペースでいってほしいものですね。お、よかったよかった、7絆で、幸運券が1入ってきましたが、あれですね、ご絆しかついていませんっていうところをですね、まあ幸運券実質2倍なんでね、これはまあまあまあいいでしょう。で、ここで、水引きがまた累計ガチャ報酬で手に入ってますので、まあここ1枚ずつ使って幸運券目指しましょうか。途中でね、割引券とかね、多いですね、幸運券とか、お、幸運券で、また2絆引いてます。これいいですね。お、また2絆引いてます。もう一回来てもいいですよ。来ないですね。で、ここで、幸運券使っておきましょう。あ、ここの幸運券すごい大きい気がしますね。うん、で、ここからまあ割引券使わずにもう一回幸運券いきますか。幸運券を引きたい、割引券か幸運券引きたいところですが、何も来ない。
来ないですね。これ一番最低なやつですね。で、幸運券使います。で、あと100、あ、100じゃないな。あ、残り13ですね。残り13を何連で引けるのかっていうところで10連で、まず試してみて、7つ来ましたよと。で、あと6ですよね。6だったら、もう10連かまして、7絆来てくれればいけるかなっていうところですかね。まあ大抵無理なんですけどね。うん。で、これ妖怪1足りないということで、まあここはもうどうしましょうか。まあここはもう普通に単発で回していって、まあいつもの通り結局10連単発で回すみたいなところになるんでしょうかね。うんうん、まあそんなりますかね。ここでね、すぐ来てくれればね、いいんですけどね。まあ、大抵、最後のこの10連っていうのは、確定まで行ってしまうと。ということですね。これで上杉謙信、強化 MR 化したということになります。これちょっと見せられんのかな、YouTube 的に。結構危ない気がする。もうそもそもね、上杉謙信、全然もう服着てないですからね。うん。ということで、これで上杉謙信が MR になりました。で、今回の予定ではね、まあ、上杉謙信を使っているアカウントでは全部 MR に僕はしようかなと思っております。で、今回4万2000元歩残ったので、7万、7000元歩スタートなので、ちょうど3万5000元歩使ったのかな。まあ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 、だいたい予想通りだったかなと思います。うん、なので、まあ僕的にはこの後ね、どうせ新王星の MR の再販また来てくれるだろうしとか思ってるんで、まあそこでもちょっとね、MR アバにしたいので、また幸運券とかね、割引券ちょっと貯めていかないとなーって思っています。で、まあ今回は、まあちょっと MR じゃなくて、割引券か。この MR 割引券、MR 幸運券が、まあ少なめで水引きもなしでスタートして3万5000元歩。で、割引券と幸運券がたくさんあった最上と、テーフに関しては2万6000元歩と2万7000元歩なんで、まあ、やっぱり割引券とか幸運券がね、たくさんあった方が、まあ、お安く引けますよという、この MR ガチャになっております。はい、ということで今回は上杉謙信の MR ガチャ動画になりました。チャンネルの登録、Twitter のフォローなど、ぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつデフ。